ローズは2014年に結成されたイングランドリバプール出身のメタルコアバンド。シャープトーンレコードに所属し、これまでに2枚の EP 及び3枚のスタジオアルバムをリリースしている。メタルコア的な音楽性の中で実験的な要素を交えている。2018年度のイギリスのヘビーミュージックアワードやメタルハマーなどのヘビーメタル系メディアに優れた若手バンドとしてノミネートされている。 2020年にリボルバーマガジンで行われた投票ではメインストリームにおける最も急進的な現代のバンドとして3位に入ったディストーテッドサウンドマガジン内のインタビューではコードオレンジやオーシャングルーブらと共にメタルコアというジャンルの中で最も新しいムーブメントを構成するバンドと研究されている歌唱法としてはクリーンボーカルとデスボイスを使い分け関係を持たせている 過去にはエリック・ビッカースタッフがクリーンを担当していたが、後々カディーム・フランスが多くのクリーンを担当するようになった。メタル・インジェクションは、ファースト・ザ・コールド3のレビュー上でバンドについてデスコアと実験的、プログレッシブな要素を加えたメタルコアの境界線と称した。ケラング。など、その他のメディアではデスコア、デスメタルといった形容も見られる。 メタルハマーやメタルインジェクションなどのメディアは彼らの音楽における空間性を際立たせる演出やインダストリアルな一面を高く評価している。メタルコアを発展させただけでなく、他ジャンルからの要素を持ち合わせている点もよく着目されている。そのうちの一つとしてジェントが挙げられており、ギタースタイルなどにそれが伺える。リボルバーマガジンの記事では、きらめくようなシューゲーザー、 ポストロックに帰結するようにひしめくインダストリアルな、メタリック、ハードコアといった形容がなされている。他に、ニューメタル、プログレッシブメタルなどの要素も包括していると言われる。2021年にリリースされたインストゥルメンタルのアルバム、ザ The ・シングス・ゼ・ビリーブは、トレント・レズナー、アッティカス、ロス、バンゲリス、または、デイビッド・リンチ作品のサウンドトラックなどと照らし合わせて、 そのアトモスフェリックな音や実験性、ヘビなシンセサイザーなど、彼らの表現者としての引き出しを最大限に発揮した作品とされる。すべての彼らの作品において物語を言い伝えるようなコンセプトを持つバンドだと自らを表現している。初の EP、p r e p a ンシ Consume Proceed では恋人を失い、しまいには死んでしまう人間の苦悩を作品を通じて描いている。 ザ・コールドさんは二人の主人公が暴力的な終末世界において荒廃していく希望や正義感をテーマに踏まえて物語が綴られている。ビッカースタッフは俺たちのコンセプトアルバムを作るインスピレーションはまるでそれが別々の物語で構成された本みたいに俺たち自身の世界を音の中で表現したいという願望から来ていると語り、特にティセカンドゥマーズや ピンクフロイドの作品に代表されるその他のコンセプトアルバムやそれに準ずるものの影響ではないとしている。メタルハマーやマット・ミルズは映画のサウンドトラックのように感想を挿入する演出など彼らパフォーマンスを常に熾烈で劇場的と評し2018年の最高のライブバンドと称賛した。リードボーカルのカディーム・フランスは彼らの初期の作品において マスクを着用している。ビッカースタッフがケラングに語ったところによると、マーベルコミック、DC コミックス、他にもいろんなコミックの世界観からインスピレーションを受けたという。また、そのマスクは俺たちの表現の大きな一部分だけど、それが全てじゃないと加えている。影響を受けたスリップノットや、 ゴーストなどへのオマージュの意図もあったというマスクは2016年以降は着用をやめている。ケラングのサムローは一方で彼らのそういった部分を非常に上等的な表現だとした。彼らの主要なルーツとしてデフトーンズ、コーン、スリップノットラを挙げ、ビッカースタッフは彼らと同等のレベルに到達することを目標としている。また彼や他のメンバーは 最近のバンドに影響を受けることはなく、より過去の音楽を志向しているという。フランスとビッカースタッフはさらに、デフトーンズ、メッシュガーラを、ボーカルやギターのスタイルの面で取り上げている。彼らの実験的思考は、レディオヘッドからの影響もあるという。過去には、ビッカースタッフは、少年期に、ミスメアイや、アタックアタック、などの影響を受け、 ヘビメタル以外の音楽を軽蔑していたが、成熟するにつれてより幅広い音楽を楽しめるように、価値観も変化したという。メタル以外での影響源として、山岡明によるサイレントヒルに、芸能山城組による明、バンゲリスによるブレードランナーなどの作品のサウンドトラックを挙げている。それらのサウンドトラックから、ザ・コールドさんにおける物語性、空間性、またアートワークにおいても、 アキラの影響を受けている。最新作、ザ・シングス・ゼ・ビリーブではアンビエントからの影響も、伺える。プリペア・コンシューム・プロシード・ローズ・ソングズ・レビューズ・クレジッツ・オール・ミュージック。オール・ミュージック、2018年4月25日閲覧。ディスイズアズワンホールディング・アブセンス・ローズ・リリース・インフォ・オール・ミュージック。オール・ミュージック、2018年4月25日閲覧。 ニュース、ローズディテールデビューアルバム、ザ・コールドさん、アウトエイプリルフォーティーンス2 0 1 7デッドプレス、オルターナティブミュージックニュース、デビューズ、インタビューズモア、httpww.deadpress,co,uk, 68,341。ニュースローズディテールデビューアルバムザ・コールド。 サンアウトエイプリル14スマイナス20172018年5月12日、閲覧。ビデオ、ローズ、イッツユアーズデッドプレス、オルターナティブミュージックニュース、デビューズ、インタビューズモア、httpwww.dead プレス、CO、UK、69,087。ビデオ、ローズ、イッツユアーズ s 2018年5月12日、閲覧。ローズ、シェオル。 インです。youtube 2018年4月25日閲覧。watch Rose エスクラッシングビデオ購入ソングダンスオンマイスキンフィーチャーズ。ロックサウンドマガジン2019年5月1日閲覧。Rose ダンスオンマイスキン。youtube 2018年4月25日閲覧。Rose It's Yours.youtube 2018年4月25日閲覧。 ローズ、イースト・オブ・エデン。YouTube、2018年4月25日閲覧。ローズ、ホワイト・ホット。YouTube、2018年4月25日閲覧。ローズ・ゴード、https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ、V イコールを午前1時エロア2019年11月2日、閲覧。ローズ、ニューフェイセズ・インザ・ダーク。 https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュオッチ、v イコールエヌクストフシブ2019年11月2日、閲覧。ローズ2、ウェーミラー、https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com ス,<ッ>スラッシュオッチ、v イコールマシエグミュークブシー2020年1月10日、閲覧。ありがとうございます。